昭和55年度自衛隊記念日。中央観閲式。大正の10月26日、朝霞訓練場で鈴木首相を観閲官に迎え、約3万4000人の観客が見守る中、地上では陸海空隊員、防衛大及び防衛医科大学生、予備自衛官など約5500人と約300の車両が堂々の行進を行った。海上上空では65機の航空機が編隊を組んで観閲飛行を展開。自衛隊記念日を祝うとともに自衛隊の威容を内外に示した。鈴木首相は、自衛隊の任務は我が国の平和と独立の確保であり、祖国の防衛にある。我が国は日米安保体制を堅持しつつ、自らの防衛力の質的充実を図り、防衛体制を整備している。諸君は今後とも国民と共に歩む自衛隊として、国民の心を己の心とし、規律を厳守するとともに、日頃の訓練に励み、その任務を全うしなければならないと訓示した。ソ連の軍事力の増加は世界の軍事バランスに大きな意味を持つに至り、米中ソ関係を微妙に変化させた。朝鮮半島、インドシナ半島では紛争もしくは対立が続いているのが現実である。かかる状況の中で、在イラン米大使館人質事件、ソ連のアフガニスタン軍事介入、さらにイラン・イラク戦争の勃発、その長期化へと国際情勢は流動的様相を呈してきた。我が国周辺の状況は、この数年におけるソ連太平洋艦隊の増強、また我が国固有の領土である国後、択捉及び色丹の3島に対する地上部隊の配備、このような極東ソ連軍の動きは我が国の安全保障に一段と厳しさを加えている。中国からの帰途、ブラウン長官は1月14日防衛庁を訪問。国際情勢や我が国の防衛努力などについて意見を交換した。
北部方面隊冬季戦技競技会は1月23日島松演習場と札幌バイアスロン競技場で全道各部隊から選抜されたチームが参加し、階級別リレー、秋尾栄光リレー、近代西競技が行われた。1日より2月24日の間、カビフラの演習場で冬季の連隊検閲が行われた。搭載艦に第二師団長太田陸将を迎え、積雪寒冷地の特性を利用し攻撃行動を実施した。自衛隊は2月15日より2月20日の間、宮崎県の新田原飛行場を基地とし日米共同訓練を行った。ジムパック80は2月26日から3月18日までの約3週間、ハワイ周辺の中部太平洋において米国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドおよび日本の5カ国の艦艇41隻、航空機200機、人員2万名が参加して実施された。宮永幸久元陸将補と現職自衛官2名がソ連に防衛機密を渡していたという自衛隊を揺るがす不祥事が発生。国の安全に関わる秘密の保全について大きな問題を提起するとともに国民に強いショックを与えた。久保田長官はその責任を取って2月4日辞任。後任として細田吉蔵氏が就任した。就任にあたって今回の事件で失われた自衛隊に対する国民の信頼を回復するために全力を挙げて努力すると決意を述べた。2月12日長野陸幕長が離任。後任に鈴木中方総監が着任した。大賀海上幕僚長は2月15日離任。後任に矢田自衛艦隊司令官が着任した。航空総隊司令部飛行隊は3月4日入間基地において海上自衛隊から遺憾を受けたビーチ65型機5機を受領した。11日
航空自衛隊第18航空団第6飛行隊は F-86F の後継機として待望の F-1 を受け入れた。追記基地はこの F-1 の配備により、すでに配備されている F-4EJ とともに西日本防空の実戦基地として一段と充実されることになった。大港レーダーサイト、航空自衛隊第42警戒群のレーダーが3次元レーダーに換装され、このほど工事が完了して領収式が3月21日に行われた。3月16日、防衛医科大学校で第1回卒業式が行われ、1期生40人が巣立った。防衛庁関係者が待ちに待った初めての医科大生の卒業式であった。来賓祝辞の中で武見日本医師会会長は、一般医科大学にないものを身につけた諸君は21世紀の日本文化形成に大きな役割を果たすだろうと挨拶した。防衛大学校の本科24期学生451人と理工学研究科第17期学生73人の卒業式が3月23日、大平首相をはじめ内外の来賓、卒業生父兄ら多数を迎えて行われた。席上、大平首相は卒業生に対し、諸君は自衛隊の中核である、崇高な責務を自覚し自らを固く辞するとともに、日々の訓練に精励されることを希望すると訓示した。防衛庁の賓客として来日した清徳のアペル国防相は3月24日、防衛庁に細田防衛庁長官を表敬訪問した。第16回自衛隊高級幹部会堂が4月23日、自衛隊の最高指揮官である大平首相を迎えて開かれた。首相はその訓示の中で、我が国にふさわしい防衛体制を確立するため、日米安保体制の誠実な運営と質の高い防衛力の整備に一層の努力を傾けてほしいと強調した。3月25日、西方の防衛力強化を狙いとして国境の島対馬に駐屯していた第41普通科連隊第4中隊に代わって対馬警備隊を新設。河津西方総監、荒木第4師団長らを迎えて編成完結式が行われた。豊島分屯地の廃止に伴い、第一衛生隊は3月25日、練馬駐屯地へ移住した。昭和29年、メタバルで発足した西方輸送隊は3月25日、県軍駐屯地へ移住した。航空自衛隊千歳管制隊のラプコンの自動化が完成し、4月1日から運用を開始した。従来の目で見て判断する管制から目で読む管制へ変わった。
航空自衛隊第6高射群第21高射隊の射力移注は10月2日に行われた。これによって青函地区の防空体制が一段と充実することになった。3月12日、川崎重工神戸工場で潜水艦もち潮が浸水し、有志用型の2番艦となった。3月18日、護衛艦石狩が三井造船玉野で浸水し、石狩型の1番艦となった。7月11日、4次棒タイプの中型掃海艇浮島が神奈川日立造船所で浸水した。11月7日、52年度計画の新型護衛艦初雪の命名浸水式が住友重工業浦賀工場で行われた。装備などの能力を発揮して災害派遣や部外協力などを実施している。第35回国民体育大会スケート競技会は1月26日から4日間、北海道苫小牧市で開催され、東千歳の第23普通科連隊が支援した。一方、スキー競技会は2月14日から4日間、小樽市で開催され、第11師団がこれを支援した。ご視察中の皇太子同妃殿下は、自衛隊の雪上車で移動された。恒例の第31回札幌雪まつりが2月1日から5日まで開かれた。支援協力にあたった第11師団は、大通公園と真駒内駐屯地に大雪像を制作、銀世界に夢の広場を作り上げた。第35回国民体育大会夏季大会栃の葉国体は10月12日から17日までの間、栃木県宇都宮市をメイン会場にして開かれ、宇都宮の第12特科連隊機関の部隊が支援した。80年自衛隊音楽祭りが11月21日22日の両日、日本武道館で開かれた。オープニング曲華麗なる助走がダイナミックになった。特別ゲストに岩崎宏美さんが白いウェーブの制服姿で登場。各出演舞台は趣向を凝らした共演で3万人の観客を魅了した。また初めて米軍音楽隊ニコ隊が特別参加した。昭和55年度富士総合火力演習が5月8日、12日、13日の3回にわたって静岡県東富士演習場で実施された。
各部隊の指揮官、学生および一般見学者に対して近代戦の様相と各種火力の威力を展示した。方面隊は第8師団をもって今年度最大の演習である多方面区演習を5月20日から6月18日までの間実施した。隊員約3000人、車両600両、火砲80門を北海道ヤウス別演習場へ移動、戦闘弾演習や実弾射撃訓練を行った。中国の国防首相は5月27日特別機で来日した。夏国宝首相は迎賓館での歓迎行事を受け、さらに大平首相と首脳会談を行った。6月6日、渡事務次官が辞任。原防衛局長が新事務次官に就任した。故大平正芳首相の内閣自民党合同葬は7月9日午後、日本武道館で行われ、自衛隊からは儀仗隊、音楽隊、呉津部隊、諜報隊が参加し、葬儀には両陛下のお使い、皇太子ご夫妻はじめ国内各界代表と、アメリカのカーター大統領、中国の華国鋒首相ら50カ国2機関からの弔問使節合わせて約6500人が参列した。6月22日、史上初の衆参同時選挙が行われた。7月17日、鈴木新内閣が発足した。細田長官は辞任。第38代防衛庁長官に大村譲二氏が就任し、翌18日、細田前長官と大村新長官の癒着認識が行われた。新政務次官の発令に伴い、染谷政務次官が辞任。
後任には山崎拓氏が就任した。対領空侵犯措置として緊急発進のための警戒待機につく航空自衛隊の揚撃戦闘機は8月18日以降から逐次空対空ミサイルを搭載することになった。海上自衛隊は9月から護衛艦などに実装魚雷の搭載を開始した。また対戦航空機にも必要な際すぐに積載できるよう航空基地に実装魚雷および機雷を常備していくことになった。防衛三法は11月28日の参議院本会議で可決され成立した。大村長官は12月2日から4日まで三沢基地と同応の陸上及び航空部隊を初めて巡視した。厳しい冬を前にした第一線部隊の隊員を激励。国家防衛の中核となる実力集団としての責任と使命は重大で、さらに努力してほしいと訓示した。市ヶ谷大城に再建立された自衛隊殉職者慰霊碑の除幕式が10月18日鈴木首相をはじめ関係者300人が参列して行われた。12月12日、ブラウン米国防長官は日米防衛首脳定期協議のため防衛庁を訪問。大村長官と最近の国際情勢、日本の56年度防衛予算、日米防衛協力などについて意見を交換した。55年は国内国外の目まぐるしい情勢の変化を背景に防衛論議のにぎわった年であった。同時に盛況な自衛隊へとたくましく前進した年でもあった。